空手三段であります。一方の画面左側、長身の岸選手は山形県出身で25歳、これまた空手三段です。岸選手は台湾で軍隊を教えて帰ってきたばっかりですね。ああ、そうですか、はい、ああ、いいですね、今のも岸の右の回し蹴りです。前蹴りと言った方がいいかもしれませんね。そうですね、今が前蹴りですね。やめ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 、岸選手は右の制限も強いんですけどね、出ないですね、硬くなってますね、岸選手は。死闘を見せました、富樫。富樫選手は何回も山ごもりしてますね、大会のために。はあはあ、非常に。あーさあ、顔面ですね。綺麗に決まりました。顔面ですから、これは。二宮選手は2段。背番号がそれておりますけども、背中を見せて画面右側、二宮選手1本入りました。下突きですね、はい、下突き、その前に当たってますから、スリン引きといたしました、はい、二宮一本勝ちであります。先ほどの大山さんのルールの説明の中で、とにかく当てていいという、顔を除いては当てを許されているという、このあたりが技の一つ一つに非常な迫力につながってきてますね。そうですね。川の場合も、蹴りの場合は当ててよろしいんです。蹴りの場合はいいんですね。はい。フルコンタクト。はい。その予選2回戦で、素晴らしい左の高い回し蹴りで、はい、一本勝ちを取っております。金正元、右側です。いい蹴りしてますけど、入らないですね。彼は非常に、ローヨン選手、非常に防御が上手いですから。あ、防御しながらチャンスと見ますと、今も見せました右の中段の突きを見せます。牢山蹴りの金、突きの牢山とでも言っていいでしょうか。そうですね、試合のポイント、落ち着いてますね、牢山選手は。牢山選手は優勝候補の一角ですもん ね、 そうですね。右の突き、あ、出ましたね、牢山です。これまで予選ここへ来るまでの優勝候補と佐藤選手の試合ぶりはどうでした。落ち着いてますね、この前の試合では一本勝ちしてますね。お、後ろ蹴りを見せました、こうだ、効いてないですね。こうだ選手は29歳、空手4段アッパー、低い蹴りで大きく応戦いたしました、こうだ選手であります。あー、効きましたね、頭を打ちましたか、頭を打ちましたか、郷田選手です。郷田選手、ちょっと脳震盪でも起こしましたか、郷田選手です。今ドクターの診断が行われております。どういうあれでしょう、頭を打ったんですね。今の早い投げですね、入ってきたところをしゃくって巻き込むような投げでしたかね、うまいですね、はい、いい技です。ちょっと心配ですね、正座してその成り行きを見守っております。優勝候補筆頭、第3回のこのオープントーナメントの優勝者、佐藤和明選手であります。あ、担架で大田選手が運び出されます。一瞬のその巻き込むような佐藤選手の投げが決まりました。高田選手応戦、その時に倒れました時におそらく頭を打ったんでしょう。右側が西田幸雄、そして左側が佐藤俊和、両選手の予選3回戦です。非常にいいですね、この2人、非常に見どころと言いますか、はい、この試合の早いということ、はい、早いと蹴り技は多彩ですね、はあはあはあ、非常にスタミナがある、いいですね、佐藤選手は前回で3位に終わってますね、はい、非常に伸びている選手ですね、どんどんと毎年毎年、非常に高低の差のある蹴りの攻撃を見せます。佐藤、西田が場外、右側が空手初段中本則吉選手、そして左側ゼッケン56番、これまた空手初段の松友
時吉選手であります。予選3回戦。うん、早いですね。うん、あー、きれいにした。マスカモの右の高い回し蹴り。脇ですね、脇腹入ってますね。かなり、さあ、親御さん、これが面白い試合になりそうですね。はい。大国のヴィラ・チャラカンポと、優勝候補、最右翼、山崎照友二段、第1回のこの全日本空手道選手権大会オープントーナメントの優勝者、山崎選手が対戦する、3分間の試合がこの後行われます。第1回トーナメントで1位、第2回が2位でございます。2位の優勝。ヴィラ・チャラカンポは、タイ国でキックボクシングを現在でもやっております。タイ国のバンコックにあります、マンハッタンホテルという、そのホテルのマネージャーをしておりますが、好きで現在でもキックボクシングの試合を行っております。前には国際式ボクシングをやっておりまして、同様バンタム級の1位までランクされたことがありました。山崎の高い蹴り、がっつりと膝をつきました。そのヴィラ・チャラカンポであります。6枚ですね。1回目のトライは失敗です。下のマットが動くんですね。ああ、そうですか。いいですから。第1回のこの大会で優勝しております山崎照友2段2回目のトライで見事に6枚割りました。第5回を迎えたオープントーナメント全日本空手道選手権大会、今日は東京都体育館の試合場に64人の選手が参加して、この後熱戦の数々が繰り広げられるわけであります。東京都体育館、ご覧のように非常にたくさんのお客様で渦巻っております。今試合場に選手が整列するところ、今日はこの第5回オープントーナメント全日本空手道選手権大会の模様極真会館アメリカ南部地区責任者空手四段の大山康彦さんの解説を加えながら一つ皆様にお楽しみいただきたいと思います。大山さん、どうぞよろしく。よろしくお願いします。場内国旗掲揚が行われます。ご一緒にご唱和願います。国旗掲揚同時に国歌斉唱。君が代の
演奏が終わりました。東京都大さん、早速ここで、大山さんにですね、はい、この後空手をご覧のテレビ、の前のお客様に、はい、皆様にですね、はい、簡単にルールを説明していただきたいんですが、はい、この大会のルールはですね、従来の当てない試合ではなく当てる試合で相手をダウンした場合一本勝ちとなります。もしくは判定の場合はですね、技ありを2回取りました場合、勝利になります。 あとは延長になりまして優勢が勝利です。あーはーはー、簡単に。ああそうですか。現在64人の参加選手でスタートしたこの予選なんですけども、はい、だいぶ減りまして、どうです大山さん、番狂わせというのは予選のこれまでの段階でありましたですか？ないですね。ありませんか？順調に強豪が残ってますか？はい、第1回優勝者の山崎輝友選手、はい、で第3回ですか、はい、佐藤勝明選手は、はいはい、こういった両優勝候補の最右翼が残ってますしね。非常に残ってる選手も、まあ、1回、2回、まあ、経験をお持ちですね、はいはい、ですから試合後も非常にゆったりとして余裕ある試合を見せますね。そうですか。もう今残ってる16人の選手は力が均衡してますから、これからの試合面白くなるんじゃないですか。そうですか。試合場では3回目の試し割りが行われております。監督でございます。47番を行います。指定通り3枚に挑戦です。あ、残りました佐藤初段、4枚ですか。はい、延期。まず1回で成功。さあ最初1回目ともに7枚の板に挑戦いたしました。富樫、そして山崎選手、この後2回目の試し割り、2、4、6か、富樫選手が6枚に変更しましたか。はい、そうですね。先ほどと同じく7枚に挑戦いたします。山崎選手の方は7枚です。あはー、成功。見事ですね。7枚に成功いたします。富樫選手、枚数は6枚です。まず2回目のその試し割りで7枚を割りました山崎。さあ富樫です。板の数は6枚。これまた綺麗になりました。この後の組手、予選4回戦進出が決まったわけであります。はい、このあとトーナメントの4回戦ですか、はい、とうとう準々決勝まで進んできましたね。そうですね。その準々決勝の第1試合、堂山初尾三段右側、そして二宮白光二段左側、はい、ゼッケン8番の堂山、ゼッケン9番の二宮、さあ3分間の試合に入りました。まず右の低い蹴りを見せました二宮。堂山選手は今年25歳、一方の二宮選手、また右の蹴りを見せましたが19歳、上り坂の選手です。右の政権を接近戦見せました二宮。堂山選手落ち着いてますね。うん、逆突きですね。あっという伸び突きを見せました。伸びのある突きを見せました堂山。小手で打ってますね。政権ではありませんね。堂山選手非常に小手で使いますね。普通は下突き正拳を使うんですけどね、はい、これは小手、手のひらですね。手のひらですね。今の正拳ですね。はい、指令下がります二宮。脇が効いてるかもしれないですね今の。突きを送ります。右の突きの連続、堂山小手。
思い切った右の低い蹴りから後ろ蹴りを狙いました二宮。しかし攻撃がつながりません。ローヤマ引いてます。ローヤマがいい距離であの蹴りを見せますね。あった、綺麗に決まっております。ローヤマ、同じところ攻めますね。いいですね。再三見せます。ローヤマの右の突き、下段突きが中段ですね。中段、はい、同じところですね、はい、うまいですね。朗報です。非常に落ち着いてますね。よく見て二宮選手飲まれましたね。体重の乗った、突きを見せますローヤマ。カウンターレに入ってますね。二宮選手いいんですけどちょっと飲まれた感じですね。今同じところですね。同じところ、脇腹ですね。あーっていくのがその同じところ蹴りで、そして突きで攻撃されました二宮。この辺りローヤマで本当に調子を出してきましたね。予選1回戦2回戦あたりはやや動きが、いつものローヤマらしくないと思うような点もあったんですが、いわゆるスタミナのセーブという点もあったんでしょう。温存ということもね、この選手あまり動かないですね。待って受けてきますね。今の小手効いてますね。二宮選手動き止まりました。蹴りにスピードはないし、タイミング取り方生まれましたね。これは重い右の低い回し蹴り。ローヤマもう一つインサイドに持っていきます。ちょっと手が出ません。二宮ここでやめの対抗がなりました。試合終了です。さあ判定の結果を注目いたしましょう。判定赤4本、まあ順当ですね。大きなポイントの差を持ちまして、ローヤマ初尾三段、まず準々決勝を勝ち進みました。準決勝進出決定であります。ローヤマ選手予定通りですね。非常に落ち着いてます。最初からの試合非常にいいです。8番ローヤマ選手の判定勝ちです。非常にこの試合は早いんじゃないですか。非常に玉井選手、佐藤克明ですね。佐藤克明選手右側、そして優勝候補の佐藤克明選手左側。先ほどはこの前の試合で佐藤選手、高田選手を強烈な投げで TKO に下しております。敗れました高田。回し蹴り佐藤です。白旗が3本、これ技になりますか、1本になりますか。白4本ですね、はい、技になるか1本になるか、指針の判定。技ありですね。技ありですという声が出ました。まず優勝候補第3回のこの、オープントーナメントで優勝しております佐藤選手、技ありを取りました。佐藤選手と前にやった高田選手の場合ですね、投げ技、空手の場合投げ技もあるんですね、はい、非常にいいタイミングで投げ技入って高田選手危険ということになってしまったんですけど、この選手非常に瞬間的な低い回し蹴りで投げ技、体をそのまま乗せていく、それで最後立って下段突き、非常に特徴のある技を持っています。なるほど。佐藤克樹選手自分の体重を生かしてますね。はい、判断の佐藤、さあまた佐藤がチャンスを狙います。そして左の高い回し蹴り、これはバランスを崩しました佐藤です。場外です、ね、主審の中村六段が負けました。で、回し蹴りで上座りを取っております佐藤、優勝候補の筆頭。トーナメント4回戦準々決勝の第2試合、やはり優勝候補の佐藤が圧倒している感じです。浜井選手ここまで上がったのがラッキーですね。あ、そうですか、その浜井が後ろ蹴りを見せました。じゃないですね、距離が足りません、踏み込みが足りません浜井。当たって引かなきゃしょうがないですからねこの試合は、85キロの佐藤に対しまして72キロの浜井、まあいろいろと撹乱戦法を見せました浜井。パンチ入りましたね。
いい突きですね、中段脇腹。場外が、場外、取られない、取られないですね、ポイント。いいですね。うん、ダメになった場合は。膝蹴りを狙います、佐藤。その感激を縫いまして、下段突きを短い突きを見せました、浜井。もう浜井選手、伸ばまた左の回し蹴り、高い回し蹴り、佐藤です。まだ取らないですね、これは。場外です。はい、浜井選手、調子に乗りましたね、非常に。イギリスとして動きですね。背番号25が優勝候補、すでに技ありを取っております。今画面右側、佐藤勝明選手、勝明三段です。第3回のこのオープントーナメントで優勝しております。今年のこの第5回、2度目の優勝を狙っております。佐藤、はい、以上、佐藤選手、膝蹴り同じ角度だからこれ効かないんですね、はい、角度を変えると非常にいいんですけど、判定ですね。判定でまず、問題ないですね、佐藤の判定勝ちは問題のないところでしょう。優勝勝ち、優勝候補の佐藤勝明三段、準々決勝、はい、技ありの優勢勝ちで、この後の準決勝に、そうですね、駒を進めたわけでやります。準決勝、佐藤選手、ローヤマ選手、非常にこれいい試合ですね、はい、今日一番いい試合じゃないですか。あ、そうです、僕は思う、これ一番いい試合だと思います。この後のその準決勝、ローヤマ、佐藤戦をご注目いただきたいと思います。審議員の方から引き分けという結論が出まして、今その模様が経過が場内に放送されました。試合は延長戦に入りました。さあ試合が続行されます。富樫としてはもちろん体でこれだけの差があるんですから、先制攻撃がその富樫にしては活路を見出せるんじゃないですかね。長い試合時間経過するとやはり体で押されるということもあるでしょう。そうですね。すでに最初の3分間でお互いに1回ずつ注意が与えられております。激しい技が応酬しております。準々決勝第3試合、右側富樫、左側今右の高い回し蹴りを見せました佐藤。富樫が三段、佐藤が初段。今のいい脇腹ですね。中段です。中段の蹴り、そして右の前蹴り。富樫選手、非常にタフですね。試合続行です。面白い構えしますね。右側、富樫。佐藤俊一はこの右の左の高い回し蹴り、佐藤。佐藤はこの準々決勝までいずれも判定勝ちですか。そうです、そうですね。佐藤選手、角度があるといいんですけどね、マジでいいところまで上がるんですけど、角度が浅いから、どうしても一本に持っていけないですね。また右の前蹴りを見せました、佐藤です。前蹴りの中段。左の高いキック、これは一種のフェイント、その後のバックキックを、後ろ蹴りを決めたい富樫。後ろ回しですね、はい、回し蹴り、後ろ回し、非常にポピュラーな技です、はい、いいですね。もうちょっと中に入ってるといいんですけど、はいはい、いい突きですね、これアフですね、はい、もう一発右の突き、佐藤。
逆に右から左、これも突きを返します。富樫この延長でポイントの差は出てます。大山さんの目元では、あ、私の意見は出てますね。出てます。佐藤の方が抑えてますか。はい、抑えてますね。空手に掴んで攻撃してはいけません。今赤い小豆袋が投入、そして、やめの太鼓が鳴りました。延長戦が終了いたしました。判定を白が2本、赤1本。主審白。これは妥当だと思いますね。判定で佐藤俊一選手、準決勝進出決定であります。右側が松友時義初段、そして、左側が山崎輝明、優勝候補筆頭山崎二段。山崎輝明もいい技持ってますからね、非常に懐が深く考えいいし、先制的な考えありますね。彼の周りの取り方は非常にいいですね。これは他の選手はよく彼の動き見てると思います。準々決勝最後の試合であります。余裕がありますね、山崎選手。山崎が177センチ、松友が165センチ。普通どの格闘技も私同じだと思うんですけど、間合いの取り方、間合いの取り方、間合いの取り方、技の出し方非常に難しいんですけど、彼はその点が非常にうまいですね。ですから動きにあまり無駄がないんですね。もうびっちり稽古したら世界選手権ですか、秋の、はい、非常にいいところまで行くと思いますけどね。どうですか、わからないですけど、このオープントーナメントでも第1回で、1回の大会で優勝しております。山崎2度目の優勝を今日狙っております。よしよし、右から左の回し蹴りの連続技、山崎コンビネーションです。長身、そして髪の毛のやや長い、今画面左側が山崎です。長身と同時に懐は深いんですね。蹴ったと同時に蹴り返す彼の特徴ですね。松友としてはまともに言っては話にならないでしょうけども、どういった戦法がありますかね。そうですね、僕だったら最初の蹴りで、最初の蹴りを殺しますね。最初の蹴りで彼が最初の蹴りを受けてからの蹴りが来ますね、山崎選手は。ですから最初の蹴りを出して、次の山崎選手が来る蹴りを待って、その時にカウンターを決める。ああ、そうですか。そうですね。山崎、蹴って受けてすぐ蹴り返す。その特徴をこう捉えたら、他の選手もいいところまで行くんじゃないかと思うんですけどね。場外ギリギリのところ。コンビネーションいいですか。松選手は非常に、松本選手非常に動き早いんですけど、動き止まりましたね。やっぱり飲まれたんですね、これは。山崎も無茶には出てきません。相手の高い回し蹴りをきれいに外しました、山崎。試合の運び綺麗ですね、お互いに非常に綺麗ですね。すぐ掴み合ってもすぐ掴み合っていいですね。試合終了だ。決定的なポイントはありませんでしたね。どういう結果が出ますか。白3本、白3本、山崎判定で松友を下しまして、これで準決勝進出が決まりました。そうですね、決定的なポイントはなくても山崎選手を押して、まあ、攻撃回数いいところまで行ったんです。
右側に堂山初雄選手、そして、佐藤俊和選手、そして左側に佐藤克明選手、山崎照友選手、4人の選手が試合場に並びました。このあと準決勝が行われます。準決勝第1試合、8番堂山初雄、右側、左側、ゼッケン25番佐藤克明。佐藤選手はこのオープントーナメントの第3回優勝選手であります。今日も優勝を狙いまして、佐藤選手としては2度目の優勝を狙いまして、これまでのところ非常に安定した試合ぶりで勝ち進んでまいりました。さあ試合が開始されました。まず軽く左の前蹴りを見せました佐藤、思い切った左の低い回し蹴りを見せました堂山。そして堂山の、はい、短い突きです。短い突きが出ております。同じ場所ですね、左の脇腹を狙ってますね。同じ場所に持ってきますね彼は。今画面左側、堂山選手はこの空手歴実に10年。この大会のために彼は10日間合宿してるんですよ、山に入って。そうらしいですね。山に入って、同じ場所ですね、はい。なおこの試合の主審は中村六段です。背番号25が佐藤克明、優勝候補の最右翼。蹴りは分かってますね、佐藤選手。左の回し蹴り、時々いいポイントが入るんですよ。堂山選手、分かってますね、癖を。左の飛び上がっての、飛び込んでの前蹴りです、佐藤です。前蹴りいいですね、二段蹴り。石をつきましたね。やべ佐藤選手、しょっちゅう飛び回し蹴りを使うんですが、今の飛び回しですね。はい、飛び前蹴り、非常に良かったですね。石をつきましたね。堂山選手、ちょっとびっくりしたんじゃないですか。昨年の大会では、3回戦で不覚を取った佐藤選手。それだけに本当に今日の予選は、今年にかけてるんじゃないですか。彼はもう今年に来ましたね。今年は世界選手権もあるということですから、そういったことをもちろん佐藤選手の頭の中に、計算の中に生きていることでやりましょう。生きていると思いますね。体を乗せて。これまでの予選の4回戦までには見せませんでした。飛び上がっての技を見せます。佐藤、ゼッケン25番。左側です。試合のお互い試合、マナーもいいですね。はい、そうですね。やはり準決勝という感じですね。見合いがあるんですね、こういう、やはり思い切って伸ばしました。右の突き、中段突き、堂山もう一発右の突き。今のは仕方ないですね、やめ、止まっても体が続いてましたから、はい、今のは恋じゃないですね、お互いに。さあ、待て、下がりながら、堂山何を狙いますか。同じところも右の回し蹴り、横腹に決まっております。左の脇、いいですね。どうこうです、うん、今、やめの対抗がやりました。試合終了、試合終了。さあ、この準決勝、どういう判定が出ますか。どういう判定が出ますか。さあ、赤1本ですか。その他は引き分け、主審引き分け、延長戦に入ります。さすがに予想通りのいい試合になりました、ね、準決勝第1試合。この準決勝で初めて見せた優勝候補佐藤選手の飛び込んで飛び上がっての蹴りですね、はい、何回か見せましたけども、それほど決まったという攻撃にはつながってませんでしたね。そうですね、堂山選手がうまく外してましたね、はい。飛び回し蹴りは非常に難しいんでしょうね。取り方難しいですね。最初に飛んだ時に最初の選手は早い選手は後ろに下がりますから、はい、もうすでに届かないですね。この延長戦は2分とアナウンスされました。
気合入ってましたね。じわじわと距離を詰めました佐藤。しかし試合場の中央に戻ります。これは一種の誘いです。大山、いいですね。前足の前に非常に使うといいですね。相手の動きを封じると同時に体を上げる、ね、カトエラですね、はいはい、前足を使いまして、相手を止めといて奥足で奥足、後回しですね、決めると、これは非常にいい戦法なんですが、ボクシングでいうジャブですね。非常に頼りに出して止めといて蹴りなり蹴りで決めると、このジャブ今のいいパンチですね、はい、体が崩れてたから効かなかったですね。しかし痛みです。飛び膝蹴りを狙いました佐藤。言えない試合です、この試合は。口を切りましたね、大山選手。わずかですが、口の周りが温まっております、大山です。すでに首のあたり、汗が光ります、佐藤。はい、はい、この試合、本当にスタミナがないとダメですね。そうですね。左の高い回し蹴り、佐藤。逆に、右の鋭い突き、大山。もうほとんど時間がありません。今やめの太鼓が鳴りました。延長の2分間終了です。難しいですね、非常に。判定は赤2本出ました。赤が2本出ました。これで主審が赤ということになりますと判定勝ちが決まります。主審赤、主審赤、大山選手決勝進出決定であります。はい、いい試合でしたね。それにしてもね、立派です。いいな、大山選手のその際どいその勝利のポイントというのは何だったでしょう。ポイントはですね、左の脇に入る回し蹴り、三角蹴りと言いますね、はい、前蹴りと回し蹴りの間の蹴りを対応しました。それと右の逆突きですね。そうです、同じ場所に決めた。これが非常に良かったですね。大山選手決勝進出、はい、引き続きまして試合場では、佐藤俊和選手と山崎輝明選手が対戦する準決勝第2試合です。右側、髪の毛の長い選手、やや長身の選手が第1回このオープントーナメント優勝選手、山崎輝友2段であります。そして今右の蹴りを見せました佐藤初段。軽いから効かないですね、佐藤選手。いい前蹴りです。この準決勝までは本当にセーブして抑えて、慎重に勝ち進んでまいりました。スタミナの動きなども十分に、計算しつつされている、そういった予選の戦いぶりでありました山崎。すでに第3回優勝選手佐藤勝明選手が準決勝で姿を消しております。山崎選手の回し蹴り非常に角度があるんですね。佐藤俊和選手、この選手の回し蹴り角度がないんですね。角度が、はい、外から中に入る、これが非常に回し蹴りが必要なポイントですね。そうですか。しかし山崎選手軽いですね、蹴りが非常に。ですから去年の大会で山崎選手、コリンズ選手ですね、非常に回し蹴り回し蹴りポイントを取りながら、最後のコリンズ選手の一発で山崎選手ダウンしましたね、はい、今年もそういった。確かあれはもう本当の終了間際でした ね、 そうですね。試合運びは山崎選手が非常にうまいですね。ただ佐藤俊和選手持ち前のスタミナの良さ、そこが大きなポイントですね。はあ、前の取り方はやはり山崎選手が一枚上手なような感じがしますね。続行ですね、試合続行で す、 いいです、ね、大きな拍手が沸き起こりました東京都体育館。今日は超満員の空手愛好家、空手ファンで渦巻っております。果たして痛めた右の足、その足の動きはどうでしょうか佐藤。
やはりかなり痛そうです。巻き込む蹴りですね、山田選手の。当たってさらにもう一歩中に入れてしまうっていう蹴りですから、非常に有効だったですね。果たして決勝に進出するのは山崎か、あるいは佐藤俊和か。ちょっと、ね、山崎選手も心配そうに佐藤選手の足の具合などを見ております。去年の大会は佐藤俊和選手は非常に足を痛めたんですね、最終戦で。そうでしたか。今年もドクターお願いいたします。これはここからではよく分かりませんけども、はい、筋を痛めた、あるいは筋肉を痛めた、筋を痛めて筋肉が硬直しちゃったじゃないですか、ね。そうですか。ドクターに見てもらっております。ドクターチェック、試合が中断しております。準決勝の第2試合、右足を痛めました佐藤俊和初段です。さあどういう結果が出ますか。選手試合続行できませんから、TKO にします。おお、やはり佐藤選手試合続行可能、従いまして山崎輝友選手のテクニカルナックアウト、TKO 勝ちで山崎輝友選手の決勝進出が決定したわけであります。まあ仕方ないですね、これは。これで決勝戦は今 TKO 勝ちを収めました山崎輝友2段と、牢山初尾3段の対戦となりました。よろしいですね、こういう場合は。その一瞬の中に非常に高い危険度が凝縮されている、はい、周りの飛び方、そういうことでしょうね、はい、一つ呼吸を間違えたら本当に大変な事故になるかもしれませんもんね。大山六段と中村六段。やった。空手の場合投げ技がないっていうのはこれは変まあ不認識ですね。投げ技は非常にあります。空手の場合、技については全ても使いますからね。いいですね。防具つけててもあれ効くんですね。次には防具つけててもあばらまでいきますね。完全なカウンターですからね、はい、というね、剣道のドアって割れますから、年中変えてるんですね、あれ。あ、今度はね、足を引っ掛けたの回しですね。要するに白羽の間合いと手の間合いが深いからですね。なるほど。相手が入ってきて立ってるそのまま切られてしまう。倒れて相手の剣を流し、引っ掛けて回し入れで決めると、そういうところですね。依然として大山六段、そして中村六段の模範演武が続いております。本当に早いんでよくわからなかったんですが、今のは中村六段 の後ろ蹴りですか。いや、前蹴りなんですね。前蹴りですか。素晴らしい技の連続ですね。これ非常に稽古がいりますから。で、アメリカに行って空手を広めた。非常に盛んですからね、ここは。外人の空手愛好家が出たら本当に
神秘的な感じがするんでしょうね。見事なモナイエンドだ。三冠の大乱闘が手を切りましたね、あれで。あ、そうですか。はい、あ、最後の取りで手が切りましたね。あ、今年は決まったようです。今アメリカで大体空手人口というのはどれぐらいなんですか？アメリカの空手は大変な人口ですね。日本よりも空手の人口が多いようなあれですね。そうですか。はい、大山しのぶ6番、中村忠史6番、模範演舞が終わりました。東京都体育館の試合場、いよいよ第5回オープントーナメント全日本空手選手権大会の決勝を迎えます。予想通りこの決勝に勝ち残りました、ゼッケン64番山崎輝友2段。この山崎輝友2段は第1回のこのオープントーナメントに引き続きまして2度目の優勝を狙います。一方のゼッケン8番堂山初夫3段はキャリア10年初優勝をかけましてこの後の決勝に臨みます。この注目する決勝戦の主審は大山茂六段。はい、やはり山崎の蹴り、そして大山の突きがポイントになると見ていいでしょうか。そうですね、早くも山崎が右左、左二発、低いそして高い蹴りを見せました。決勝戦。聞いてないですね。落ち着いてますね、堂山選手。キャリア10年、堂山、じっとその山崎の蹴りを読んでおります。癖分かってますね、蹴って。山崎が勝てば2度目の優勝、堂山が勝てば初優勝。今のいい前蹴り入りましたね、堂山選手。インサイドに決まります。低い堂山の蹴りであります。回し蹴りが出ております、堂山。脇腹に今度は高い回し蹴り、堂山。非常に前の取り組みですね。いいところに堂山の回し蹴りが決まってます。ちょっと堂山選手に豪快ですね。堂山の右の突きに合って政権昇天、左手上げ上手ですね。左で牽制しておいて右の突き、堂山。この辺りいかにもキャリア10年のそのキラリと光るものが出てる感じですね。高に癖を知ってますから動かしないですね。でもちょっと落ち着いた方の堂山選手、今のところいいですね。そうですか。山崎選手、今のこう持っていき方、前足で下げて持っていき方、知ってるんですね、堂山選手。だからかからないんですね、あれが。あれ一番得意技なんだと思うんですけど、山崎選手の受けてすぐ前足下げて、その前足で蹴る。聞いてますね、堂山選手。立派なネタですね、ああいう試合の持ち方は。山崎は準決勝で加藤俊和を下し決勝進出。一方の堂山の方は優勝候補と目されました同じ佐藤ですが、勝明選手を下してこの決勝に進出しております。残り1分となりました。3分間で争われております、この決勝戦。すでに2分を回っております。あーって右の突き、鋭く決まりました。堂山です。もう一発、脇腹に決まりました。右の中段突き、いずれも中段突き、堂山。もう山崎選手の前足の回し入れが入るのが分かってるんですね。ですからもう常に右手が上がってますね。そうですか。角度のいい蹴りなんですけども、受けが非常にうまいですね。残り2分を回った、はい、残り1分となったところで、堂山のあの再三の右の突きがポイントになってるでしょう。全部蹴りが受けられてますね、山崎選手。あと決勝戦残すところ10秒を切りました。これまでのところポイントでは堂山が抑えてる感じ。もうほとんど時間がありません。さあ、やめの太鼓がやがてなろうというところ。睨み合いです。今、やめの太鼓が鳴りました。
果して優勝は大山か山崎か。赤3本でした。主審大山茂自ら赤、大山初優勝であります。大山初を三段。この第5回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で初優勝を飾りました。大山君、試合前に私言ったんですけどね、優勝しながらは2位も3位もいらないって言ってるんですよ。彼はもうこの試合の試合に対する決意、非常に厳しい気持ちで持ってきましたね。精神力落ち着いてますね。全て立派です。決勝戦の前半は牢山 の低い回し蹴りが目立ちましたね、はい、そして後半に入っては山崎に蹴らせた後、はい、飛び込んで右の中段突きが非常に目立ちたんじゃないですか、はいはい、いいですね、立派です。山崎選手非常に立派ですね、はい、山崎2度目の優勝の野望はついえました。ついえましてね、牢山選手初優勝であります。研究して初優勝ですね、大立派です。それで、この第5回オープントーナメント優勝がご覧いただきましたように、はい、この人、牢山初を3段に、そして2位が今、決勝戦で敗れました、はい、山崎照友も2段に、そして3位は佐藤俊和、4位佐藤勝明、はい、この3、4位は、試し割りの数で決まっております。はい、